はいどうも皆さんこんにちはでございます。とりあえずねバット系もっとやっていきたいと思います。というわけで前回はダンジョン攻略行こうと思ったら全ロス、ほぼ全ロスしてしまったというねところで泣いて終わりましたけれども、あれからなんとね、はい、こんな感じでツール一式作って防具もね、もう強いの作ってってやって、エリトラも修繕耐久さんちゃんとつけておきました。もうめちゃめちゃ大変やったということでね。今回もダンジョン攻略前回できなかった分行きたいと思います。というわけで本日もよろしくお願いします。裏作業報告は今回は1個だけですね。こんな感じでサトウキビ畑を作っておきました。ロケット花火をね、前回めちゃめちゃ失ってしまったので、ロケット花火を作るための紙をね、ゲットするために作りました。とりあえず今ある分だけクラフトしておきたいと思います。ダンジョン攻略行く前に、まあ前回何がね範囲やったかっていうと、このまあ武器が弱すぎたっていうところだと思うんですね。まあいかんせんこのアキトって新作じゃないですか。なんでこの新作ではなく、その派生のオロチアキト傑作を作りたいと思います。オロチアギトのレシピはうろ覚えですがこんな感じ。来たオロチアギト、このアギト新作と合わせることでできます。で条件がキルカウント400でリファイン30、もうやっておいたのでこれでオロチアギト完成です。こんな感じですね。ちょっと置いてみようか。でん。こんな感じの見た目ですね。めっちゃ綺麗やね。今回はこのオロチアリト使ってダンジョン攻略いきたいと思います。ここのでっかいダンジョン、なんか団地みたいなとこがあるんで、ここ今回じゃあ行こうかなと思います。これだけで今日終わっちゃいそうやね。まあ、いいでしょう。ここに行きたいと思います。お、見えてきた。クソでかいぞ、これ。いや、探索のしがいがありそうですね。ガンズ&ローズイズということで、到着いたしました。ここに、ベッド置いときましょう。これ、ちゃんとね、防具しとかないとね、前回みたいにやられちゃうんで。さ、入り口は？ないんかい？なんかすごい本。お、来た。めっちゃ暗いね、中。早速攻めていきますか。超暗い。お、早速チェスターを。うん、まああんまりいいものは入ってない。でれん。うわ、びくしゃ。あ、待ってこれ。茨ついてんね、敵。やば。え、なんかダメージ食らった。バラだから、これの、ダメージがあんのか。まあ特に何かあるわけではない。わお。わいて。いやー最悪。ちら。わあ、ゾンビバージョンもいるのね。おお、いるでしょです。そう、この上も。なんかありますね。あ、いいね。あー、本とか嬉しい。ラピスラズリとかねえかな。結構枯渇してんだよね、実は。で、この上。できるよな。あれ、いないわ。ここにいるね。でもそんなにいない。いた。どこだ？スポナーは。あ、ラピス。うま。しろ、お。でれーんという。別に。これ結構だるくね、攻略すんの。下行ったり、せんとダメ、もしかして。ファントムの音するな。焼けちゃってるけど。あ、めっちゃ飛んじゃった。そう、ノックバックついてんのよね、実は。意味あんのかな？でもちょっと、飛びすぎてる気はする。確かに。オッケー。でれん。あー、まあ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 。いい感じやね。
さあ、ここは制圧完了。ただ、こんなんが、まだまだあると。あそこ行くか。はい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 。はい、オッケー。でれん。もうこういう攻略の仕方でいいんじゃね？さあ、ここがラストっぽい。制圧完了ということで、節制とか別にいらないな。別に大したもんは入ってないか。これでいいかな、多分。まあ、100% 制圧したわけじゃないけれども。主要なコーナーは壊したかなと思います。今回だけでダイヤモンド47個もゲットした。鉄も3スタック半。今日はここで終わっときますか。今回こちらの超でかいダンジョン、ガンズ&ロージーズというダンジョンを攻略いたしました。次回もね、なんかダンジョンを攻略していきたいと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次回もお会いしましょう。バイバイ。限界まで走り続ける、あの時の気持ちはどこに。現代社会の崖が崩れ落ちて、僕は今どこにいる。